東京の南1000キロの洋上に位置する小笠原諸島。海に隔てられた環境が数多の固有種を育み、東洋のガラパゴスとも呼ばれる自然の宝庫である。その小笠原諸島の中でも限られた地域にしか生息していない大型の貝、カサガイ。松葉貝やツタノハガイなどもカサガイと呼ばれることがあるが、こういった貝殻に傘の骨のような放射状に伸びる筋を持つ貝類を代表する種で、小笠原諸島の固有種である。カサガイは岩の表面の藻をかき落とすようにして接触するが、餌となる藻を求めて時には潮の中にも潜り込む。ところがどれほど移動しても接触した後はまた同じ場所に戻ってくるという不思議な習性がある。この習性は小笠原固有種のカサガイだけでなく、世界に分布するカサガイ類にも認められており、岩の表面を鋭い歯舌で繰り返しかき落とすことで岩の表面が滑らかになり、そこに強く吸着するためと説明されている。しかし小笠原のカサガイが住む岩場は火山性の溶岩が凝固した凹凸に満ちたものであり、カサガイが住む場所は必ずしも平滑とは言えない。小笠原諸島のカサガイは貝殻の長さが10センチ近くに達し、カサガイ類の中ではかなり大きい。このためまだ貝殻が小さい頃は体がすっぽり入るような岩のくぼみに住み着き、成長に応じて住処を変えているという説もある。しかしいずれにしてもなぜ同じ場所に戻ってこられるのかは謎である。カサガイには一般的に言う目はなく、視覚によって元の場所を探ることは難しい。また自ら匂い物質を分泌しその後をたどるということも波がかぶる岩場では考えにくい。接触する時間を体内時計で感知し、太陽の方向で位置を知るということも、大体の方向は判別するだろうが、その力だけで同じ岩の同じ場所に戻ってこられるかは疑問である。さらに言えばカサガイが同じ場所に戻るルートは、接触に赴いた道筋を逆にたどるのではなく、ループ状に回り道をして戻ってくることが知られている。一体カサガイはどうやって元の場所に戻ってこられるのだろうか。カサガイ類の基礎行動は種により調査の進んでいるものとそうでないものが極端に分かれており、まだ総合的な研究は確立されていない。特に小笠原諸島のカサガイはこの種を代表する貝でありながらも、その生態はまだつまびらかにされてはいない。こういった希少種がその独特の環境をいかなるセンサで測り世代を重ねてきたのか、多くの謎が残されたままなのである。人間にはこれほどまでに自然を測るセンサはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。
ハイテクの一歩先にいつも堀場製作所。